ニュースのキーワードをコンパクトに紐解く3分でハテナ。今日のテーマはこちら。部分日食です。佐々木さんお願いします。2019年も残りわずかでも天体ショーのお楽しみはまだ。 これから残っているんです。明日の午後日本各地で部分日食が観測できます。まあ、天体ファンだけでなく、もう冬休みのお子さんとともに楽しめるようにこれからご紹介していきます。うん、日食とはそもそも何かと言いますと、えー、月が太陽の前を横切るために地球から見ると月によって太陽の一部や全部が隠される現象。まあ、食べられて見えるので日食というふうに言うんですね。で、三種類あります。部分食、だ。 太陽の一部が月で隠れる回帰食、すべてが月で隠れるそして金環食、太陽の方が月より大きく見えて月の周りから太陽がこのようにはみ出して見える現象です、うん、で、今回見られるのは部分日食ですで、日食はもちろん見る場所によってどれくらいかけるのか 違うんですねで今回日本では旅行に行かれる方ぜひ注目してみてください沖縄で36%など南の方ほど大きく欠けて見えます、うん、さらに日本よりもっと南に行きますとグアムやシンガポールなどでは部分日食ではなくて金環日食が見られるんです<ー>場所によって違うんですね、うん、そして金環日食といえばこちらですこの映像をご覧ください 日本でも2012年5月に観測されました太陽の光の縁取りが最後に。 このように輪になってつながりますまさに輝くリングのようで綺麗ですよねえ、はい、ねまた日食は見る地域で最も欠けていく時刻も違ってくるんですが気になるのはこちらです天気なんですが、うん、明日は残念ながら雨の予報となっているところもある <laughs> これだけ説明しといてちょっと心が苦しいんですが曇りのところそして雨のところもその少し晴れる合間を縫ってぜひ確認していただきたい,と思い,ま <laughs> い自然現象ですからね <laughs> で説明聞いたのに、期待が高まりますの<う> <ねえ S 1> でも自然現象ですのでなんとか少しでも晴れ間が出るといいいなと思っています。で今回の部分日食の特徴なんですが日食はかけ始めから終わりまで2時間以上かかるんです。ですから、 太陽が欠けたまま日が沈んでいく日入退職というものが見られそうです東日本や北日本では欠けた太陽がそのまま沈んでいく現象が見られるかもしれないんですよ、えー、これでも見る上で注意点ありますよねそこなんですが、ね、徹底していただきたいのは、ね、とにかく太陽を直接見ないということです肉眼で見るそして望遠鏡や双眼鏡などでも短時間でも太陽を見ますと直接説明する危険性も ありますので必ずこのような日食グラスなどを専用の観測器具を正しく使ってください皆さんのお手元にもありますよねえ、ね、そして双眼鏡や望遠鏡などでも専用器具のついてないものでは短時間でも失明する恐れがありますまたスマホで撮影したいという方この場合も要注意ですスマホはもともと太陽の写真を撮るようには作られていないのでカメラに現行フィルターをつけるなど対策が必要です、うん、そのままえ 移してしまいますと内部のセンサーが壊れてしまう可能性がありますのでご注意ください、えーえー、携帯なら大丈夫だなんて勝手に思ってました、えー、太陽の光強いですので要注意です